菅野義弘は日本の現代音楽作曲家、東京都出身。1980年東京芸術大学大学院終了。1979年に弦楽師重奏曲がモナコプランスピエール国際作曲賞に入賞して、以来現在に至るまで活発な活動を行っており、海外でも多くの作品が演奏されている。現在、 早稲田大学理工学術院機関理工学部表現、工学科教授、日本作曲家協議会会長。弦楽史重奏曲は、モナコプランスピエール作曲賞の3年前、1976年の芸大在学中に作曲されたものである。在学中には、この翌年の冬の新愛知多複数の作品を学内で発表しているが、1978年に、 アポロンの会移植による合唱と打楽器のための冬の神話入学外で初めて披露し、自らはこれをデビュー作品としている。以後、国内外の幅広い依頼主からの移植を受け、精力的に作曲活動を行う。現代音楽の作曲家としては、珍しい多作家であり、特に伝統楽器による音楽は1978年に、 国立劇場の舞学法へにおいて、画楽、僧侶カダフラクが演奏されて、以来、重要な位置を占めることとなる。同劇場では、プロデューサー木戸敏郎を中心とする、伝統音楽の見直し及び再創造のための、プロジェクトに関わり、多くの作品を生んだ。また、僧侶の歌唱による、仏教音楽である声名に早くから魅力を、感じており、 高校生の頃には、国立劇場の鑑賞会である、アゼクラ会に入り、公演に通っている。1986年には NHK、電子音楽スタジオの移植により、字の鏡合い、風の地平を作曲。プロフィールで紹介される、ンノの音楽における三つ目の柱、西洋楽器による音楽、伝統楽器による音楽に続く電子、音楽素材への取り組みを始める。 1988年のスイスチューリッヒコンピュータフェスティバル移植による電子音楽、声名による綴れ折り合いは早くから関心を示していた。声名のこの声の集積による音響美を電子音響との合成によってさらに立体的にクローズアップすることに成功したと評される。作品の対象は芸術音楽の方法論による音楽のほか。 映画音楽や NHK 大河ドラマ、炎を立つ等テレビの音楽、NHKFM シアター等ラジオの音楽、施設の空間環境音楽やリラクゼーション、能力向上のための音楽、映像美術やインターネットプロジェクトとのコラボレーション、ロボットの舞踊パフォーマンスのための音楽等、多岐にわたる。放送のための音楽では NHK からの依頼が多く、ドラマや、 ドキュメンタリー番組の音楽のほか、NHK 全国学校音楽コンクール課題局の作曲も担当した。またこれらの多彩な対象、方法論は、早稲田大学機関理工学部表現工学科における表現工学の取り組みとも関係する。学内では芸術としての音楽の探求とは別の視点からも、多様な場面での人間に作用する音楽のあり方に、 ついて、研究を行っている。教育、研究職として、1985年専属学園大学講師、1992年、早稲田大学講師、1997、早稲田大学助教授を経て、2004年から、同大学教授を務めている。ありがとうございます。